名前は？知らんよ。あなたの名前は？はるき。今日は泊まるの？7月27日に旧紅葉小学校跡いこうよで災害時の避難訓練を兼ねた親子キャンプが行われました。11組の親子が参加しました。まあ、昨年の災害、地震災害、まあ、そういうものがあったのと、それから最近親子でその一緒に過ごす時間というのがだんだん少なくなってるんで、もうそういった災害の避難訓練と、それから親子でいる、親子で一緒でいろんな体験をするという、そういう時間をぜひ作りたいなということで始めました。グラウンドでは様々な体験メニューが用意されていました。火起こし体験には皆さん苦戦しています。なかなかうまくできません。開拓時代はどのようにしていたのでしょう。苦労が忍ばれますね。ところでこの火起こしセット、市販のものではありません。実行委員会の方々の手作りなんです。思った以上に難しいです。はい、でも今日さ、もう一回チャレンジできそうなので、もう一回チャレンジしてみます。消防署の協力により水の消火器体験。実はこの消火器結構重たいんですよ。テントを利用した煙の避難体験。周りは全く見えないので不安がいっぱいです。そして AED を使った救急救命体験をしました。体育館では段ボールで何を組み立てているのでしょうか。この上でこう入れてもらって、お相撲さんが乗っても大丈夫ですか。力士5人もこれどうでも寝てみてあれ入らん、中入らなくていいから。段ボールの上は硬いけど床みたいに冷たくて背中が痛くなくて、すごい受け止めてくれる感じがあってとても良かったです。こちらの小さい箱は何になるのでしょうか。そうしてみて。この袋に溜まったやつがどこに捨てるのかわからないんだけど。体育館の中にテントがあります。何のためでしょうか。赤ちゃんのいるお母さんの授乳用とかですね、女性の更衣室、または車椅子使った障害者の方のおトイレ、やっぱりこのくらいの大きさがないと厳しいものがありますので、そういうのに使う多目的なテントです。ではこちらの白いテントは。テントはですね、室内用体育館の中にたくさん貼れますので、各家族用とかですね、からプライバシーの必要な方とか、そういうことに使うテントです。100個持ってます。はい、ですからそれぞれ5つの地区に分散してるんですけども、まあ、こういう体育館には100個ですから、単純に20個ぐらいは来れるんじゃないかなと、はい、いうような形です。昔は乾パン、今はマフィンのような美味しいパン。翔くん、ご飯どうでしたか。美味しかった。パンどうでしたか。美味しかった。美味しかった。キャンプもしたことなかったので、防災とキャンプとどちらも一緒にできるならちょっと初めてだけどやってみたいなと思って、家も近いもんですから。家族で力を合わせて避難体験キャンプ、学ぶことの多い貴重な一日でした。